こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。東京には高層ビルが本当にたくさんあるよな。すごいよね。でも一体いつ頃から建ち始めたんだろう？日本初の高層ビルと言われている、霞が関ビルができたのが1968年。そのあたりから次々高層ビルが建てられていくようになったんだ。霞が関ビルといえば、中にとっても興味深い場所があるんだぜ。霊夢、どんなところか知りたいか？何？気になっちゃうじゃない、早く教えてよ。霞が関ビルの34階には、密かな家族の社交場が存在しているんだ。その名も、霞会館。家族とはいわゆる日本版貴族のことだな。そんな家族の末裔たちがここ霞会館を社交の場としているんだ。あれ？家族って戦後に亡くなったって学校で教わったような記憶があるけど？その辺も含めてそもそも家族とはどんな存在なんだろうか？この動画では旧家族についての様々な疑問や霞会館の実情まで詳しく見ていくぜ。それではゆっくりしていってね。霞会館は設立当初から旧家族の親睦の場としての役割を果たしてきたんだ。そのため、正式な会員資格は、元家族の男性当主と成人に達した直系の息子に限定されていたんだぜ。それじゃ女性はどうするの？当主や後継者が女性の場合ももちろんあるから、発足当初の会員数、約890家からどんどん数が減少していってしまったんだ。そこで1973年頃になってからようやく会員名簿に夫人の名前を名簿に載せてもいいことになり、また元家族の夫人や霊嬢であれば、女性だけで会館を使用してもいいということになったんだぜ。時代の流れ的に当然よね。2017年の時点で約650家、740人が加入している。これら会員は年に4回集まることになっているんだぜ。天皇誕生日祝賀会、1月5日の新年会、6月1日の創立記念日、10月7日の明治天皇御臨講記念日の4日だ。この日はそれぞれ祝賀会が開かれ、夫人の同伴も許されている。天皇陛下が年に数回お見えになる際は、エレベーターが全面停止になるんだ。天皇陛下がお見えになるの？それはしっかり警備しなくちゃね。会館にはドレスコードも存在し、男性はネクタイにスーツが大原則なんだ。挨拶はごきげんよう、が基本で、至るところで、お父様、お母様はお元気？や、お宅のご子息当地の娘はどう？なんて会話が交わされているんだぜ。生まれてからたったの一度もごきげんよう、なんて挨拶したことないよ。霞会館の運営費は、霞が関ビルの敷地となっている霞会館の所有地3000坪について、三井住友不動産から支払われる地代を中心に、霞会館が所有する霞が関ビルの10階、11階のテナント料や、会員の結婚式、パーティーなどに貸し出す収入で賄われているぜ。その一部は障害者施設や老人施設、がん研究所など各社会施設にも寄付されているんだ。霞会館の基本理念は次の4か条なんだ。国家、社会への貢献、伝統文化の伝承、皇室の繁栄、会員の品位保持と連帯、の4つとなっているぜ。言葉が硬いからわかりづらいけど、要するに国のためにいろいろ働いてくれてるってイメージでいい？そういうことになるな。皇室の繁栄とは皇室を守ること、という意味だ。政治、経済、社会、文化など各方面にわたって国際的な視野から調査研究して、日本固有の伝統的な精神文化を後世に伝えていくことで社会福祉の手助けをすることを目的としているんだぜ。この霞会館なんだが、設立は前身である家族会館に由来しているんだ。家族会館は1874年に家族によって設立された組織だぜ。まだ家族が存在していた時期ね。その通りだ。世界の変化により、1871年に天皇陛下から家族に対して、西洋列国と肩を並べるために家族は国民のお手本となり率先して勤勉努力すべし、というお達しがあったんだ。それをきっかけに家族の一組織として家族会館が発足したんだ。具体的にどんな活動を行っていくの？家族会館は国民の規範として国を発展させるために、家族が勤勉に努力するための組織としてその役割を果たしていく。会館には会議堂が設けられて会員の会議による運営が行われ、家族やその子供たちの知識の拡充のために学務局と書籍局が置かれた。1877年には家族の子供のために学習院を設立したんだぜ。学習院ってそんな成り立ちだったんだ。家族会館は設立当初本館に旧日本末邸を使用していたんだが、5度の移転後1890年には鹿鳴館を使用していたんだ。鹿鳴館って、教科書の絵が印象的だったな。ドレスやスーツを着た華やかな人たちが集まっている舞踏会のような絵だったよね。
当時の人たちにとっては画期的な光景だったはずだな。そんな鹿鳴館時代を経て、華族会館は1927年に現在の霞が関に移転された。華族会館は鹿鳴館時代に社団法人化されるんだが、この時の定款によると設立の目的は、華族の学習と親睦を深めることによって国家に貢献すること、とされているんだ。社交場であると同時に社会貢献の場所でもあったんだね。戦後華族制度が廃止される時に華族会館の意義も問われたが、昭和天皇から、先祖の名を恥ずかしめぬよう、日本再建のため努力することを望む、とのお言葉があったことで霞会館と名前を変えて存続を決めたんだ。現在も旧華族当主を主要な会員として活動を続けていて、講演会などの開催を通じて学習活動を旧華族に提供している。華族そのものはなくなったけど、活動自体はそのまま残ったのね。霞会館には天皇、皇后陛下が毎年1月に訪れて懇談するのが慣例となっている。日本の伝統に詳しい会員が多いことから、昭和天皇が即位されるときは、出席者の装束着付けを霞会館の会員がボランティアで手伝ったりもしたんだぜ。また会員のうち9区下だけで構成される道場会、という組織もあるぜ。道場会の会員は皇室行事に招かれる他に、京都在住の会員は天皇陛下の京都訪問時には御所で懇談も行うんだ。天皇家のサポート的役割を担っているんだね。大変そう。華族会館は1874年の設立当初、華族の知識発展のために会館が主催した勉強会や講演会での使用がほとんどを占めていた。その後1881年に国会開設の御事典が出ると、議会開設に備え国政についての知識を深めることを目的とする、金曜会、華族青年会、華族同好会などの活動が始まっていく。さらに1889年に憲法が発布されると、伯爵会など憲法研究を行う団体が活動を始めていったんだ。これらの会は県政の勉強会というだけでなく、同時に貴族院議員選出団体という側面も持つようになっていくんだぜ。一気に政治色が強まってきたね。国会が開設されると華族会館は旧華族だけでなく、華族以外の直選議員や多額納税議員に対しても客員として資格を与えるようになって、会館は貴族院内会派の会合の場としても使われた。国を動かしている場所って感じがするね。華族会館では学習活動だけではなく、スポーツや芸術、文化などのクラブ活動も行われて、社交活動としては華族の結婚式等の家庭行事にも使用されていたんだ。また大正に入ると、学習院同窓会の応友会が講演会などの学習活動を活発に行うようになっていって、華族会館は華族の成人活動において大きな役目を果たす拠点となっていったぜ。華族会館がかつて活動の場としていた鹿鳴館について詳しく見ていこう。西洋の格好で舞踏している絵が連想される鹿鳴館は1883年、現在の千代田区内幸町に壮麗なレンガ造り2階建ての洋館として完成したんだ。建物はなんと410坪もあって、2階の大広間が舞踏会場だったんだぜ。食堂やビリヤード室、奏楽室など社交のための施設に加えて、外国からの賓客が宿泊するための客室もあった。いやあ、やけに豪華な建物じゃない。周りの人たちはどう思っていたんだろう？華やかな様子に憧れる人がいても良さそうだが、当時の日本人の生活や服装とはあまりにもかけ離れていて、市民はどこか冷めた目で見てしまっていたようなんだ。現実とのギャップが大きすぎたのね。鹿鳴館を設計したのはイギリス人建築技師のジョサイア・コンドルは、他にも高輪の三菱海東閣、三達生町の三井クラブ、ニコライ堂などを手掛け、辰野金吾ら建築家を育てたんだ。日本文化にとても関心を持っていて、弟子の河鍋暁斎に弟子入りするほどだったんだぜ。それほどまでに日本を愛してくれていたんだね。鹿鳴館建設当時の日本では、外国との不平等条約に対する改正交渉が大きな外交問題となっていたんだぜ。交渉をスムーズに進めるため外国のお客さんをもてなす必要があったんだが、適当な施設がなかったため旧浜御殿や華族の邸宅を借りるなどしていたんだ。そんな即席の場所ではなかなか十分なおもてなしも難しかったでしょうね。そこで外務卿の井上薫は、旧薩摩藩邸の6000坪を整備して迎賓館を建てたんだ。それが鹿鳴館なんだ。鹿鳴とは迎賓という意味があるんだ。外交問題を解決するために、思い切った手を打ったというわけだ。完成した鹿鳴館では会合から食事、宿泊に至る接客万端の体制が整えられて、外交交渉促進の舞台として脚光を浴びたんだぜ。当時の東京の街中では新旧交代の様子が所々に見られていて、人力車、ガス灯、新聞紙や錦絵なんかが広まりつつあった。これらは文明開化、として有名な出来事だよな。ざんぎり頭を叩いてみれば、文明開化の音がスルー、って詩もあったっよね。
そんな新旧交代に一つの方向性を示したのが鹿鳴館時代だったという見方もあるんだ。なるほどね。そんな鳴り物入りで登場した鹿鳴館だったが、実はわずか4年で急速に衰えてしまうんだ。桜花主義から国粋主義へと風潮が変化し、鹿鳴館時代はあっさりと終わりを迎えてしまうんだぜ。すごく力を入れていたのに、そんな短い時間で役割を終えてしまったとはもったいないね。1890年には閉鎖され、1894年に華族会館として払い下げられることになった。その後1927年に日本徴兵保険に売却されたんだが、この頃まではまだ建物は残されていたんだ。だが不経済だとの理由から1940年に取り壊されてしまったんだぜ。そんな、歴史的に貴重な建物なのに、建築家の中からも取り壊し反対の声がたくさん上がったが届かなかったんだ。現在は跡地に残る碑だけがその存在を物語っているぜ。今残っていればそこから学べることはたくさんあったと思うな。幕府が政権を握っていた江戸時代、幕末の戊辰戦争によって、幕府の時代が終わり日本は明治政府による新たな時代に突入していくんだ。外国と対等に渡り合える日本づくりを目指していた明治政府は近代化を進めていくんだが、明治が始まってすぐの頃の日本は大きな問題を抱えていたんだぜ。それはどんな問題？江戸時代の名残で日本には藩がまだ存在していたんだ。しかも藩によって貨幣や言葉、法律までもがバラバラだったんだぜ。それは大変。今だったら県ごとに法律が違うってことでしょ。ややこしすぎる。これではどんな政策を打ち出してもスムーズに進められないよな。そこで明治政府はひとまず藩をなくすことを考えて、藩という名の国境を消すことで日本を一つにしようと考えたんだ。頂点とした中央集権国家を築こうと、1871年に廃藩置県を行ったんだぜ。廃藩置県とは文字通り藩を廃止して県を置くことだ。県の頂点に立つ者として県令という職を派遣したんだが、これは現在の知事のようなものだな。でも、そんなことしたら今まで藩を治めていた人たちが黙ってないんじゃない？そこなんだ。江戸時代における藩の権力はとてつもなく大きいものだった。薩摩藩を一例としても、現在にまでその影響力は及んでいるよな。それが突然藩を廃止され、なおかつ県令を派遣されたとなれば藩士たちは、権力を失ってしまうことになるため納得するはずなかったんだ。明治政府も当然そこは考慮していて、東京への移住を命じた藩士たちを家族として特別に扱うことにしたんだぜ。改めて明治時代を振り返るとこれまで使われてきた殿様や、公家などの言葉は使用されなくなってきたことから、身分制度がなくなって平等になってきたように見えるな。ただ実際は明治維新後に家族として、大名や公家が一括りにされた新たな身分が作られていることから、明治時代にも身分制度が存在していたと言えるんだ。大名や公家、と言っても境遇や地位は様々じゃない？大まかに家族として一括りで良いわけ？いや、江戸時代に殿様だった家族からすれば下級武士出身の家族と同等、というわけにはいかないだろう。そのため明治政府は家族の中でもランク分けを行うことにしたんだ。それが1884年に発令された家族令、だ。どんな風にランク分けしたの？上位から並べて公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵と設定し、上級家族と下級家族を分けることにしたんだ。私には男爵芋くらいしか聞き馴染みないな。最も位の高い公爵の地位を与えられたのは明治維新で活躍した大名や公家で、徳川本家もそこに含まれるんだ。他には政外への一つである三条家、薩摩藩主である島津家、長州藩主である毛利家などが公爵の地位だったぜ。薩摩藩や長州藩はやっぱり別格扱いだったんだね。1886年における家族の人口は3419名だったんだが、そのうち頂点に君臨する公爵の地位につけたのはなんとたった19名だった。約 0.5% しかいないのね。さすがピラミッドの頂点。次に位の高い公爵には三条家を除く青瓦家、さらに徳川御三家をはじめとする15万石以上の大名が含まれている。3番目に位の高い伯爵は、公家からは大臣家、大名からは徳川御三卿をはじめとする5万石以上の大名が含まれており、政治家として開花した伊藤博文も実は伯爵の地位だったぜ。初代総理大臣の伊藤博文ね。4番目の子爵には公家から同情会、大名からは大名の分家が含まれて明治時代の多くの政治家もまた子爵となっているんだ。最後の地位、男爵は明治維新後に公家や大名となった家が含まれているが、彼らはいわば公家や大名の新米だった。そのため家族とは言いながら実際の暮らしは裕福なものではなかったんだぜ。意外だね。家族は明治政府が作った特権階級だったのね。どんな特権を持っていたのかな？まず、家を継ぐことが認められた。
これは家の世襲ということだな。さらに確実に官位を与えられる約束や身分の保障、学習院への無条件入学なども認められたんだ。無条件入学とは入試がないってこと？羨ましい。さらに財産がなく生活に苦労している場合は明治政府からお金が支給されることもあり、まさに特権と呼ぶにふさわしい優遇ぶりだぜ。そこまで優遇せざるを得ないということは、一方で藩の廃止がいかに大変だったかということを物語っているのよね。その通りだな。廃藩置県の藩主の不満を解消するにはそのくらいの優遇が必要だったんだ。また、大日本帝国憲法が完成すると日本では議会が開かれるようになるんだが、華族はその中で貴族院議員に就任できるようになったんだ。今の議員制度と違い、貴族院の場合は貴族院の法律を自分たちで決めることになっていたり、衆議院と違って選挙で選ばれていない議員で構成されていたんだぜ。華族ってすっごく恵まれているんだ。庶民とは大違いね。そう思いがちだよな。ところがそうでもなさそうなんだ。映画やドラマなんかでお金持ちの財閥の令嬢が、普通の女性みたいに振る舞えないことを嘆いたりするシーンがあるだろ？華族の生活はそういった感じで、自由、という面では不便な点もあるようなんだ。どんな世界でもいろいろ苦労はあるってことね。華族は国民の規範となるべき存在で、学習院への入学は必須。たとえ学力に長けていなくても学習院で勉強しなければならないんだ。それって結構辛いよね。勉強についていけなかったら学校も楽しくないね。さらに華族といっても格差が激しいんだ。公家出身の華族は大名出身の華族に比べると財産が少ない場合が多く、かなり生活が苦しかったんだ。そのため一部の華族は自らその地位を手放すケースも少なくなかったんだぜ。裕福な華族との交流なんかも大変そうだしね。さらに金融恐慌が起きたことで華族の銀行だった十五銀行が破綻してしまった。これによって生活状態の悪化に見舞われた華族も多かったんだぜ。明治時代の初期、明治政府は市民平等をスローガンにして身分制度の廃止を宣言したんだ。四民、とは士農工商、つまり武士、農民、職人、商人の四つのことだね。大正解だ。明治には武士が高い身分を築いていたが、これらを撤廃することを呼びかけて身分制度廃止の政策を打ち出していったんだ。なのに華族制度ができたんじゃあまり変わらないじゃない？そうなんだ。華族という特権階級の出現には批判も多く、市民平等に反しているとして問題視されたぜ。ただそれは華族に限ったことではなくて、これまでの武家や公家などの呼び名のように、明治になっても皇族や華族、士族や平民などという名称は使われていて、それらは明らかな差別意識となったんだ。市民平等と一口に言ってもすぐにそうはならなかったわけね。ただし、一方では市民平等にふさわしい政策も打ち出された。例えば1870年には平民が名字を名乗ることが許可されたんだ。さらに1872年には学制の制定によって全ての国民が学校で教育を受けられる対象になった。それは大きな変化だね。市民平等はこれまで身分の低かった者にとっては支持できる政策だったんだが、身分の高かった者には不満の多い政策だったんだ。特に武士は江戸時代まで時代の主役と言われたほどで、多くの特権を手にしていた。ところが市民平等によってその特権は奪われて、それどころか近代化を目指す日本では武士の力は不要とされてしまったんだぜ。武士にはとても厳しい制度の変化だったんだ。中には大名のように華族として特権階級を維持できた者もいたんだが、華族になれない武士はただただ特権を失った結果となって次第に不満を募らせた結果暴動を起こし始める。日本史上最後の内戦と言われる西南戦争も西郷隆盛と不平士族によって引き起こされたんだぜ。明治政府としても華族制度を作ると市民平等に反すると批判されるし、市民平等にすると武士の不満が爆発してしまうし悩ましかっただろうね。両者ともに成立させるのはなかなか至難の業なんだ。華族制度が廃止されるきっかけになったのは1945年のある出来事なんだ。第二次世界大戦での日本敗戦かな。その通り、日本の敗戦後、戦後処理として日本に GHQ が介入してくるんだ。GHQ、とはジェネラル、ヘッドクォータース、の略なんだぜ。葉巻を加えたマッカーサー率いる組織ね。当時敗戦した日本に対して勝利した連合国軍は日本を占領するための組織を設立するんだ。それは極東委員会、と言われるもので、組織設立はポツダム宣言の内容に沿ったものだったんだ。そしてその極東委員会内で GHQ が誕生し、日本での政策を行う組織となったんだぜ。日本を占領するためにどんな政策を行ったの？最重要課題となったのは日本の非軍事化なんだ。これには日本の国力を弱めて、再度アメリカに宣戦布告する可能性をゼロに近づけるという目的があったと思われる。日本政府は存続こそ許されたが、一切の反論は認められなかった。立場的に従属国扱いだったんだね。日本の非軍事化を目指す GHQ は、
日本を主導した軍人や政治家を逮捕するなどの対応の他に憲法の改正を要求したんだ。これは今までの大日本帝国憲法が天皇中心かつ軍事的な要素をはらんでいたためで、早急に改正する必要があったと思われる。日本が攻撃的になりうる要素を一刻も早く取り除きたかったわけだね。日本政府は逆らうこともできないまま、1946年には大日本帝国憲法に代わる日本国憲法が公布され、翌年には施行されたんだ。日本国憲法は国民主義、平和主義、基本的人権の尊重の三本柱から構成されているんだぜ。以前のものに比べるとアメリカの思惑通り随分穏やかな内容になったね。そして日本国憲法を公布した際に、国民を平等にするという理由で家族も廃止となった。制度としては廃止となった家族だが、その活動自体は戦後もまだ続いている。その活動母体が霞会館、というわけだ。なるほどね。家柄の条件を満たさないと入れないわけだから、まるで雲の上のような存在だな。でも、家族である人々にも非常に大きな存在意義があるんだぜ。日本の伝統文化を研究してくれているんだったよね。そうだ。日本の伝統文化を真剣に研究し、維持し続けられるのは彼らを置いて他にはいないんだ。即位の礼や大喪の礼といった外国の要人を招待する国家的皇室行事において、彼らは非常に重要な役割を果たしている。宮内庁の中で儀式を行う式部職という部局には、歴史交渉に関わる専門職として霞会館に関係深い人が有識者としてたくさん関わっているんだ。皇室との関わりが深い彼らだからこその役なんだね。家族制度が廃止された今、当然ながら彼らに社会的特権や地位の保障は一切ないし、活動資金に1円たりとも税金は投入されていないんだ。そんな中意識的に伝統文化の研究を行い、しかも国の予算や株式会社のような売り上げを頼りにしない団体というのは大変珍しい存在と言えるな。日本という国の発展、維持のために日々努力してくれている団体なんだね。霞が関ビルという公共を見下ろせる、国中のどの天守閣よりも高いこの場所で、現在もお殿様の子孫たちは様々な文化活動を行っているんだ。なんだか不思議。お殿様たちの意思が感じられる気がするな。旧華族は現在でも財閥系との婚姻を通してそのネットワークをつなげて行っているんだ。今も霞会館という社交場を通じて日々新しいビジネスが誕生して行っているんだぜ。どんな会話がされているのか想像もつかないな。その日本経済に対する影響はどれほどか計り知れないね。ということで今回の動画は以上だぜ。面白かったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録をポチッと押してくれるととっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。